Thank you.
っていきましょう。 This is
月末じゃない、月の頭から東京に行って久しぶりに帰ってきて、昨日オフだったんですよ、上線ですね。そう、福岡で久しぶりのオフだったので、メンバーは何してましたか？アスカ髪切り行ってました。あ、そう、前髪がね、ちょっと今汗であんまり横に流れてますよね。若なんていうの、お前ミスタである。切りすぎたっちゃろである。そう、なぎちゃんは、なぎはお昼は意外とゴロゴロして、ママが帰ってきた、仕事から帰ってきて少しお出かけしたである。そう、家族とね久しぶりに会って、そう、ね、なんかイベントとかがあると夜帰っても寝てたりするから、昨日は一日オフだったので家族と久々に過ごしましたである。ね、であるね。私も家族と過ごしましたが、皆さんは昨日平日だから仕事ですかね。お疲れ様です。お疲れ様です。そう、今日はね、単独二部制で両方とも単独ということで、ライブはまだまだ続くので、皆さん疲れてる日もありませんよ。はい。まだいけるよ。まだね、まだ3曲しかいってないのでね、まだまだ続いていきますので、3曲目にね、まさか This is。 そう、いつも最後にする This is が出ました。なんででしょうね。なんででしょうね。ということで、まだまだ続きますので、皆さん盛り上がっていくぞ。ワンタイムシンガーソング。Thank you.
ね、この神風ジェネレーションを開催するにあたって、なんとお便りが届きました。このお便りをちょっと読み上げるというか、お便りコーナーです。緊張する。ちょうど3枚あったので1人ずつ読みたいと思います。3枚。はい、私からじゃ読みますね。ペンネームアルフォートさんからのお便りです。お便りなのかな、これは質問ですかね。はい、アルフォートは何味が好きですか。私はミルクチョコ派です、というちょっとライブには関係ないお便りが届いたんですけど、ちょっと今日は単独なのでこういう話もいいかなと思いますが、ですね、アルフォートさん、私もね、分かります、私もミルクチョコ派です。青のやつ、一番シンプルなやつ、みんな分かりますであるかね。あ、でも最近のアルフォートいろんな味が出て、なんかイチゴをこの間見つけたので、ちょっと紙製のイチゴ担当として買わないとなって思いました。買いましたか。買ってないね。買わないとね。そう、アルフォートね、すごい私もお菓子の中で一番好きなので、皆さんも今日買ってくださいね、アルフォート。こんな感じでいいんですかね。こんな感じですかね。はい、じゃあアルフォートさん、ありがとうございました。終わりです。次はどっちから行こうかな。どっちからでもいいね。じゃあアスカちゃんから。はい、リンゴちゃんからいただきました。リンゴちゃん、いいね。小さい頃の夢は何でしたか。おー、これは ね、ちょっといい、うん、いい質問ですか。小さい頃はプリキュアと魔法使いになりたかったである。ファンタジーですね。いいね、小さい子って感じ、うん、そう。でもプリキュアはね、中学生と高校1年生までしかなれないので、叶わなかったなっていう。どういうこと本当にそういうあれ。プリキュアは中学校1年生からしかなれない。もうダメだな。あ、まだなるよって。え、まだなれますか。なりたいらしいのに。まだ小さいからダメじゃなくてね。そう今もなりたい、まあね、なりたいなとは思ってるけど、ね、アイドルとプリキュア両立ってめちゃくちゃかっこよくない。かっこいい。プリキュアってかっこよくない。頑張って目指してください。目指します。頑張って。あちゃんはちっちゃい頃何になりたかったの。一番古いやつ、一番昔、その本当に小学生じゃないな、保育園ぐらいの時は島次郎になりたいってめちゃくちゃ真面目に言ってて、いやもういつなれないって気づいたかは分かんないんですけど、一番最新の夢だったら、本当に紙製入るまではスクールカウンセラーになりたくて、なんかそう勉強してましたね、真面目に。はい、スクールカウンセラー。なぎちゃん、なぎ、うん、夢がありすぎて、うん、本当にちっちゃい幼稚園の頃はケーキ屋さんで、うんうんうん、それからはダンスの先生と保育園の先生を両立したかったっちゃう。でもなんかなぎ最初に習い始めたダンスの先生が本当に保育園の先生と両立しとって、そうすごいと思って、保育園の先生ね、なりたいって本当中学校まで思っとったけど、なんかきついって聞いて諦めた。裏の話がね、諦めましたね。はい、みんなはあれ、夢って今叶ってる感じの人たちですか。微妙な反応。まあね、そうね、まあでも今が多分一番楽しいと思う。そうね、紙線を見れてるからね。はい。いや、誰もアイドルになりたかった人は、あ、でもアスカちゃんアイドルになりたかった。あ、そう、あの占いの話しよう。え、時間大丈夫なんかな。あ、大丈夫だって。え、占いの話しよう。え、なんか紙線に入る前、なんか占いにハマってて、その自分でタロットカードで、その自分のやつを、何、タロットカード今もできるっちゃけど、カードがあれば、まあ、なくしたけんできんけど、それで、なんかその自分のことを占ってみたら、そう、アイドル叶うみたいな、なれるみたいな、アイドルになるみたいな占いで出て、そう今なっとるけん、
すごい、ね、当たったなと思って。タロットカードってあれよ、なんかカードとカードがこれが出たらどうなりますみたいな。そう、それで、ね、なんかその時はアイドル普通になりたかったじゃん、うん、でその将来の夢叶うかみたいなので占ったら、うん、何叶うみたいな出て、うんうんうん、今アイドルになっとるけん叶ったなと思って。すごいよね、いい話、夢のある話、うん、占いね、そう占いの話をね最近よくするよね。してなんか占ってみんな、うん、なんか占いここら辺にもあそこにあるか、あの新店長とか手相あるある。怖くてちょっと入れんけど、安いけんね、ちょっと怖いけど皆さんぜひ行ってみてくださいということで、りんごちゃんさんはこれでいいんですかね。もう一応答えたのでね、はい、ということで、ね、最後なぎちゃんですね。これ最後に持って、セブンアイスボットさんからです。お、はい、コンビニはどこ推しですか。おできてますね。あ、みんなどこが好き。うちセブン、ローソン、ミニストップかな。あ、ミニストップ美味しいよ。え、なんかちっちゃい頃はセブンの方がめっちゃ好きやったけど、なんか食にこだわりだしてからなんか真面目にローソンが好きになって、あのデザートが美味しい、そう美味しいけん好きになりました、うん、なんか私たちはイベント側のさ、合間とかにさ、よくコンビニでご飯買ったりするけど、うん、みんなってコンビニのご飯とか食べる？食べないか。毎日？あ、毎日。え、みんなどこが好き？ファミマ。セブン、セブン。あ、ファミマ。ファミマ。あ、いや、なんかセブンのこれが美味しいとかさ、ファミマのこれが美味しいとか、なんかそう。あるあるある。なんかそれぞれね。うん、セブンはね、あのメロンパンが美味しいとか。今日も食べようか。今日もめっちゃでっかいメロンパンを。いや、そんなでかくないよ。いや、結構大きいわあれ。アスカちゃんはメロンパンやったらどこでも多分そうそれで全部のコンビニの、うん、あのメロンパン食べてみたら、うん、あのセブンが美味しかった。あ、セブンね、セブン、セブンのメロンパン美味しいです。買ってください今日、はい。セブン誰からですかこのお便りを。あ、大好きボットさん、セブン、セブン、セブンアイスボットさん。あ、なんかライブに関しての質問が何一つなかったんですけど、はい、まあ、あのどうでもいい質問が多かったね今日ね、まあ、はい、アルフォートと ね、そうコンビニに行けばいいんだよ、みんなコンビニに行ってアルフォートを買ってで帰りにあそこの新店のところで占いをして帰るっていう今日はそのクロスでよろしくお願いします。行列できそうね、そう占いまあ、こういうトークコーナーもね、ちょっと初めてしたんですけど。楽しかった。あ、楽しかった。なかなか楽しい。出会える何も出てきてないけど大丈夫かな。あ、そう、出会える。そう、出会える、なんか最近ね、忘れがちで。やばいよ。アイドル祭りの時にさ、カメラマンさんにも、なんかカメラマンさんが代わりに出会えるって言ってくれる。自分たちがあまりには言わないから。っていう、そう、出会える、ちゃんとね、使っていかないと出会える。はい、出会えるね。出会えるね。ということで、以上、お便りコーナーでした。お便りは回収して後でね、お持ち帰り。個性的な質問は書きませんでしたね。カラフルコンビニ。まともなね、なんか2人とも、あ、戻ってきた、戻ってきた。あ、お水、お水飲むじゃん、ギター。飲んでいいですか。うん、お水一口だけ。お水。単独、そう単独なんですよ今日。なので皆さんもっと 前で見てください、そんな円にならないで。ただいまであるね。はい、ということで今からライブの後半戦になるんですけど、ちょっと皆さん立ってもらってくれである。まだみんな多分疲れてないから大丈夫であるね。そう 2部もあるから、そう2部も単独なので、はい、ということで準備はいいですか皆さん。はい、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫かな。じゃあ、はい、後半戦も盛り上がっていくぞ。運命論にドロップキック。
Thank you.
功でした。英語だったよね今ね。英語でしたね。これからね、海外進出のために頑張りましたから。ワールドツアーやね。ワールドツアーね、頑張ります。ありがとうございます。貴重ですよ、今日見れた方々と、ね、早くこのブルーでも普通の日でも満員にできるように頑張らないとなと思いました。ということでライブはこれにて終了なんですが、最後に告知をいくつかするである。一つ目は10月に重大なイベントを重大なイベントが決まっていて、一つ目10月13日に東京の WWWX にて牛丼フェスの高野祭にギルシー軍団の一員として出撃することが決定した。すでにチケットは宴とプレイガイドでゲットできるので、ゲットして応援しに来てほしいである。そしてその次の日の10月14日は NIG2019 の最終フェスがあるである。 NIG というのは今ミックスチャンネル内で行われている優勝すると1000万円がもらえるというイベントであって、ここにいる方は知ってる人が多いかもしれないですが、いや毎日配信をやっています。ミックスチャンネルの中で配信でのポイント数とか、今神風センセーションの公式ツイッターの固定ツイートになっているツイートのリツイート数とか審査項目がいくつかあって、でその最終フェスが10月14日にあるんですけど、そこで審査員の方による投票とお客さんによる投票があるので、1人1票しか入れれないので、イコールで同意も大切になってきます。で NIG のチケットは楽天チケットで販売しているので物販では買えないんですけど、ぜひ遠くないので、ぜひ皆さん応援しに来てくれである。そして2020年1月12日に福岡のドラム B1 で2周年のライブがあります。バックバンド付きでまたやらせてもらうので絶対に来てほしいである。上線京都、明日と明後日福岡にいて、今日16時半から2部があって、明日はベベーポック美容専門学校でユニドルさんのイベントになんとスペシャルゲストとして出演します。月曜日はここまたブルーランジさんで定期公演があるので、まずは次の2部もぜひ来てくれである。この後物販もあるので最後までよろしくである。以上、神風センセーションでした。神風平壇に敬礼。なれ。